竹藤は TFK 株式会社の旧称号の株式会社、竹藤及び TFK 株式会社より事業を引き継いだ株式会社日本保証が2013年3月まで使用していた消費者金融のサービス名である。1966年1月に竹井康夫によって創業された富士商事が前身である。団地金融をきっかけとして氷菓子をしていき、 芸能人を多用したテレビ CM の大量執行や、ルマン24時間レースへのスポンサーなどで注目を集めるなど、サラ金に対するイメージ向上戦略などを行い、創業者である武井が一代で消費者金融業界のトップの座まで築き上げた。しかし、経営方針や体質を批判されることも多く、そのような批判を行った出版社やフリーライターに対して、 名誉毀損訴訟を起こすこともあったが、複数のケースで敗訴している。さらに、2003年12月に、同社を批判する、ジャーナリスト宅等庁事件で、竹会長が逮捕され、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を受けたために、同社会長を辞任した。2000年代後半に、他の大手消費者金融同様に、 過払い請求の増加などによる業績と資金繰りの悪化が伝えられ、2010年9月28日に東京地方裁判所に会社構成法の適用を申請し、受理された。過払いとなった同社の顧客は推計で約200万人、その過払い額は2兆4000億円とされた。同社から債務譲渡を受けた富士クレジットが同社の顧客の一部に対し、 一切の金銭的請求をしないことなどを条件とする和解書を送付し、署名も要求していたことが判明する。事実上、返還請求を封じようとする動きであるとの指摘が出ており、金融庁などは弁護士法やサービサー法などに抵触する可能性があるとして問題視している。その後、韓国の消費者金融 A&P フィナンシャル社がスポンサーとなり、 買収することが発表された。2011年10月31日に、東京地方裁判所は構成計画の認可決定を行った。これにより、竹藤は消費者金融事業等について1ヶ月以内に、会社分割を行い、約282億円で、A&P フィナンシャル社のグループ会社である、アプロ株式会社に承継させるとともに、会社の称号を TFK 株式会社に変更して、会社分割による事業上と代金、法人税の厚生管付金、旧経営者、証券会社からの損害賠償金などから、債権者に対して配当を行うことに特化することとなった。その後、会社分割は2011年12月31日までの間において、管財人が定める日に延期された。しかし、A& P フィナンシャル社が資金調達できなくなったことから2011年12月28日に J トラスト株式会社との間でスポンサー契約を締結。2012年3月1日付で会社分割を行い約252億円で J トラストの子会社である株式会社日本保証に事業を承継させることとなった。 会社分割を行った2012年3月1日に、旧法人は TFK 株式会社に称号を変更し、会社構成手続きや弁済手続きに専念することになった。TFK は残存していた。訴訟対応などが終了したことを受けて2017年3月17日付で、生産され、法人として消滅した。その後、事業を引き継いだ。 株式会社日本保証は2013年3月まで竹藤の名で貸金業を営んでいた。以降の消費者金融事業は日本保証のフリーローンと解消し2015年頃に新規営業を終了。現在では不動産担保金融のみ新規営業を行っている。加入信用情報機関は株式会社日本信用情報機構である。ありがとうございます。